はいどうも、おじしんしです。マリサです。前回、マハブフを手に入れた続きから始めていきたいと思います。了解了解、あ。ちなみにピッチーは仲間にならないのでそこんとこよろしく。おい、フロスト、いいことを教えておいてやるほ。防御ボタンを押せばマップを見ることができるほ。道に迷いそうになるときはマップを確認するほ。防御ボタン防御ボタン。おお、これは超便利。行ったとこがない場所が一目瞭然だな。ヘケトを倒してサクサクっと次のステージに行きまっしょい。あい。あ、ちなみにこの緑の場所はセーブポイント兼体力回復ポイントとなります。おっついにジャークフロストが出た。おい、見ろフロスト。あ、あいつだ。俺を氷漬けにした、ジャークフロスト。ひほ、やばい雰囲気だほ。ひほ、逃げたほ。いや、多分そうじゃないほ。俺たちなど眼中にないって感じだほ。あいつは完全に暴走してるほ。見たことのない波動を身にまとっていたほ。普通のジャークフロストではないほ。とりあえず追いかけるほ。ってことで追いかけてみますか。帰り討ちに合わないことを祈る。お、ぬえじゃん。なぜかシン3で何回か全滅させられたことを思い出したわ。フルボッコにしてやる。積年の恨みがすごいな。おしおし、すっきりしたー。いい笑顔。待て、フロスト。この先、毒ガスが充満しているほ。俺たちは毒ガスに耐性がないので通ったら死んでしまうほ。ここを通るにはどうしたらいいほ。何か毒ガスに耐えれる仕組みがあればいけるかもしれないほ。じゃあひとまずその方法を探すほ。ジャークフロストを追いかけるのはここを通れるようになってからほ。そうだな、仕方ないほ。これ最初読んだ時は悪魔なのに毒ガスくらいいけるだろって思ったんだけど、よく考えたら状態異常の毒食らうから無理だったね。確かに悪魔なんだからいけそうな気がするよな。悪魔も万能ではないってことだね。現実世界に状態異常魔法持っていけるとしたら何持っていく？ハピルマかな？なんで？辛い時に自分にハピルマかければハッピーになれるだろ？精神安定剤かな？おじしんしは無道使いたいですね。いやそれ状態異常じゃなくて呪殺魔法ですが。てけけ、この野郎、とうとう追い詰めたし。俺は人間臭い奴は嫌いなのさ。助けて。おい、見ろよ。悪魔同士で争ってるほ。何かあったのかほ？誰ぞ。あ、どんくさそうなのに逃げ足だけは早い。あ、待つんで。ちきしょう、お前らのせいで逃げられたじゃないく。なんと。ああ、誰かと思えばフロストとランタンじゃないく。こんなところに来るとは珍しいぬ。おいらたち先を急いでるほ。ここを通らしてもらうほ。先を急ぐ？一体何があるんで？おいらたち、ジャークフロスト、追っているほ。二人で協力してジャークフロストを懲らしめるほ。ジャークフロストを懲らしめる。てけけけけけ。面白い冗談だね。本気だほ。面白いやつだよ。お前らも、人間の匂いがするし。お前らも人間が混ざってるし。悪魔なのに人間が混ざってるし。何のことだほ？なんてことと。自分では気づいてないのけ。人間くさえ。人間くさえ。何言ってんだほ。こうなったら俺が始末するしかないし。俺は人間くさい奴は嫌いなのさ。悪く思うなよ。はい、突然始まりましたボスバトル。相手はビフロンスです。初回のボスということもありそこまで難易度は高くありません。しっかりパターンを覚えて戦っていきましょう。ビフロンスのぐるぐるパンチの時はチャージ攻撃で凍らせて逆側にジャンプして攻撃しましょう。パターン入ったら楽勝だな。
相手の火炎攻撃の時は避けてください。その後つららが降ってきますが、ジャックフロストであれば氷属性の攻撃は無効なので安心してください。卑怯たち、お前が大一、こうなったら奥の手を。覚悟しな。相手がセリフを喋ると攻撃パターンが追加されるのでしっかり対処していきましょう。対処ってなんだっけ？面後面後、ここでうまくバトンタッチできればノーダメージでいけたんだけど。いた。おしおし、無傷の勝利だね。お前には HP ゲージが見えないのか？さて気絶中のビフロンス。気絶中に目の前にはフロストが2体？何も起きないはずもなく、安定の死体蹴り。まあ相手は CPU だから。たまには死体蹴りもいいよね。後で怒られろ。なんだ？さっきの悪魔が隠れているほ。いほ、変な悪魔だ。おい、フロスト、お前の知り合いか？おいらも知らないほ。君、どこの悪魔だほ？あれ？君たち、僕に意地悪しないのかい？そんなことしないほ。お前、どこの悪魔だほ？僕、自分が誰だかわからない。自分がわからない？それって、記憶喪失ってやつだほ？どうしてここにいるのか。気がついたら、この場所にいたんだ。変な奴だほ、悪魔のくせに。困った時はお互い様だほ。何かあれば相談するほ。あ、ありがとう。フロスト、お前、お人よしすぎるほ。おいらはジャックフロスト、よろしくほ。俺はジャックランタンだ。僕のことはそうだな。J。え？ルナシーの J。そう、J とでも呼んでくれ。いやいや、絶対名前思い出したやろ。だよな。J。それが名前か？わかったほ、J。今後ともよろしくほ。J。てか今のところストーリーがあまりわかってないんだけど、おそらくだけど、ジャックフロストもジャックランタンも、J も、おそらく人間なんだよな。多分ジャックフロストもね、理由はわかんないけど悪魔に乗り移っているってことかな？なるほどなるほど、人類の希望って言ってたし何かをなさなければいけないってことか。はい、ビフロンスを倒したのでステージ2までやってまいりました。ステージの雰囲気が変わったな。屋外から屋内になったって感じね。ああ、しかもこのろうそくのギミックとか厄介そうだぜ。ほほほ。見つかってしまい申したな。じいさん、何してるんだほ。見ての通り、商売じゃよ。商売、珍しいことをするほ。他の連中は人間界を滅ぼすなどと抜かしておるが、そんなことをして何になろう。わしは人間の悪なき探求心にはそれなりに敬意を抱いておる。人間から学んだのじゃ。世の中は金じゃよ。金が必要なのじゃ。金。白道の書にも書いておるじゃろ。金も身の守りとなる。とな。であるからして、闇の中に隠れこっそりと商売をしておったのじゃ。若いの、お主、変わった礼を宿しておるな。ほ、何のことほ？これは面白い。やはり人間は侮れんもんじゃ。どれ、お若いのわしからなんかこうてみんか。きっと旅の役に立つであろうぞ。フロスト、どうするほ？値段を見て決めるほ。はい、ここでは回復アイテムを購入することができます。地返しの弾は一度死んでも HP 半分で蘇生することが可能ですので、必ず購入しておきましょう。マッスルドリンクは HP 回復することができるのでこちらも購入しておきたいですね。真っ赤に余裕があれば相馬を購入しておきましょうね。そこまで真っ赤に余裕がないな。この商売のこと、他の連中には内緒じゃぞ。おい、フロスト。
二つのスキルを切り替える方法を知ってるほ？ほ？全然知らないほ。二つのスキルを切り替えるにはスキルボタン長押しだほ。スキルボタン長押し？そう、スキルボタンを長押しほ。メタ発言をするランタンくん、好き。優しいパティシエーターランタンくん、サードワーフも出てきたところで今回はここまでです。よかったらチャンネル登録も忘れずに。ツイッターフォローもよろしくしこ。ここまでのご視聴ありがとうございました。今後ともよろしく、よろしく哀愁。